前回の勇姿テレビで拝見しましたわ。あなたと相撲を取れるだなんて夢のようです。そうかそうかそうだろう。いや相撲は取らんが。そうか、プロレスを知らんのか。よし、この俺自らプロレスの何たるかを教えてやろうではないか。プロレス？いえ、私は相撲の話を。あ、なるほど、海外の方ですし相撲をご存じないのですね。わかりました。不詳このひなこ、海外の方に相撲の素晴らしさを伝えさせていただきます。Round 1! Ready? Go! 慎吾さん、私、あなたのような発展途上の方こそ相撲部に入ることで輝けると思ってますの。そちらの相撲部とうちの相撲部で合同練習なんかも良いですわよね。え、合同練習？それは楽しそうな。いや、ダメだダメだ。俺は草薙流一筋なんです。それにそもそもうちに相撲部はないっす。まあ、相撲部がないなんてとてももったいないですわ。そうです、私が相撲部の設立に協力しますわ。そうと決まればこの取り組みが終わったらすぐ動きましょうね。 Round 2! Ready? GO!まあ、柔軟で粘りのある上質なその筋肉、どっしりとたくましいその体幹、土俵があなたを呼んでますわ。私と相撲道を邁進いたしましょう。アンヘル様ってば魅力的だからな。行く先々で勧誘されちゃうんだよね。けど誘い文句が気に入らないから入ってやんにゃーい。 Reach for the top! Ready? Go! ビビビ、何の得意能力も持たずに大会に参戦だなんて。フォーラムを電磁ビリビリ能力は使わない方が良さね。お気遣いありがとうございます。ですが私にも相撲がありますので、全力でぶつかり合いましょう。そしてぜひ一緒に相撲で稽古をいたしましょう。お相撲はノーサンキューだけど、そういうことならポーラの電磁気力で押し出しさせていただくでございますわ。 Burn to fight! Ready? Go!A nail biter. Keep an eye on this matchup. Winner! いい汗かきましたわ。スモーレディー。お前はギャラクシーなリングでこそ最大限に魅力が発揮できる逸材だ。いえ、社長様にはぜひとも銀河にとどろく相撲部屋を新設していただきたいですわ。